はい、こんばんは。久保木純一でございます。中学3年生到達度確認テスト、第3回の内容は、敬語の運用でございました。まず敬語について頭に入れてほしいことをいくつかお話をしていきましょう。まず1つ目は、見たことありますね。この3つの分類です。はい、尊敬語って言われるもの、これは主語が目上、目上って言ったら分かりづらいですから、もっと分かりやすく言えば、自分にとっての相手、または他人に、尊敬語というものを使います。次は謙譲語、自分語のことをへりくだっていう言葉です。そう、つまり主語が自分なのか、もしくは父とか兄とか姉とかのような身内なのかどうか、その時には謙譲語を使うわけです。で、丁寧語というのもあるんですが、丁寧語というのは一体何なのかっていうと、はい、語尾に「ですます」をつけて聞きやすくしたり、あとは「ご飯」「お茶」のようにですね、前に「ご」とか「お」とかをつけてですね、やっぱり相手に聞きやすくする、はい、耳障りのいい言葉にする、これが丁寧語と言われるものなんですね。ここまでいいかな？そして次に敬語動詞表、まあ皆さんにはこの表を写してほしいんですが、今から教えるこれってあんまり使わない方がいいんだけどね。この2つっていうのは基本的に動詞に「お何々になる」っていうふうな言葉をつけると尊敬語っぽく聞こえるようになります。お食べになるとか、お粋になるとか、そういう使い方です。それに対して「大何々する」っていう言い方をすると謙譲語っぽく聞こえるわけです。お食べする、とかね、そんな言い方です。お付きするとか、まあそんな言い方でしょうか。あんまり正しい言い方ではないんです。そう、皆さんにやっぱり覚えてほしいのはこの表なんですね。この表、そう、例えば、行く来るの尊敬語がいらっしゃる。行く来るの謙譲語が参る。まずは映像を止めて、これを映してしまってほしいんです。大丈夫？そして映した後に、今から見せる練習問題。そう、これがちゃんと理解できているかっていうのを確認する練習問題をやってみようと思いますので、まずはこれを映してください。映したら練習問題に入ることにしましょう。はい、では練習問題です。 次の括弧の中の言葉を適切な敬語動詞に書き換えましょうという問題です。1番、どうぞお菓子を食べてくださいって書いてあります。食べるの誰ですか？自分ですか？他人ですか？食べるのは他人ですよね。食べるのは他人ですよね。これは問題ないかい？じゃあ他人の動作っていうのは、何語にするんでしたっけ？他人の動作は尊敬語を使うんですね。食べるの尊敬語は召し上がる。だからこの問題の答えは、召し上がってくださいになるのは皆さん理解できるでしょうか？ここまで OK？ じゃあ2番、先生のお宅でお菓子を食べました。食べたの誰ですか？特に書いてなければ自分になるはずですよね。っていうことは、自分の動作っていうのは謙譲語で表すんですよね。っていうことは、これは食べるの謙譲語、いただくっていう言葉を使う必要があるわけですね。はい、いただきが答えになるわけです。同じようにやってみましょう。山田君のお父様は私にとっては他人です。それに対して私の父は私にとって身内です。大丈夫かな？こういうことですね。OK、 身内にしとこうか。
はい、ですから行く来るっていう言葉、行く来るっていう言葉はいらっしゃる、参るがそれぞれ来ますから、こっちはいらっしゃいが来て、こっちには参りが来るわけですね。同じように5番6番、部長っていうのは私にとってはここでは他人です。もちろん私は自分ですよね。これはちょっとバカらしいんで書くのやめときます。じゃあするという意味の、敬語はこれですね。なさる、いたす。なので尊敬語、他人の動作はなさる。だからなさったのですね。自分の動作だったらいたすでしたっけ。するの謙譲語、自分の動作はいたすでしたよね。だからスレイよいしょ、いたしますというふうになるわけです。ここまでいいかな。どんどんいくよ。母が先生によろしくと、主語は母、身内ですね。母は私にとって身内です。ですから謙譲語を使う必要があります。先生は私にとって他人です。ですからここには尊敬語が入ります。言うという意味の尊敬語はおっしゃる、謙譲語は申す。ですから身内の場合には申しておりました。尊敬語の場合には言うの尊敬語はおっしゃる。おっしゃってましたというふうな形になればいいわけですね。 OK。 主語が自分なのか他人なのか、そう、他人だったら尊敬語、自分、身内だったら謙譲語、そのルールしっかり使えるようにしましょう。それでは続けて練習2に行きましょうか。はい、練習2です。次の文章には誤った敬語表現が一文に一箇所ある、それを指摘し正しい敬語表現に直しなさいという問題です。どういうところを間違ってるかっていうと、尊敬語を使うべきなのに謙譲語を使ってしまう、もしくは謙譲語を使うべきなのに尊敬語を使ってしまう、そう、このミスを正してあげればいいわけなんです。見てみましょう。私の母にも話してあげてくださいませんかっていう問題ですね。はい、ごめん、この問題はいいや、ごめんね。3つ練習しましょう。はい、これからいきます。冬が来ました、いただくのなら当店の温かいコーヒーをどうぞ。まずいただくのはこの文脈上誰になるんでしょう。他人ですよね。ちょっと待ってくださいね。他人の動作にいただくっていう言葉はありなんでしょうか。いただくという言葉は謙譲語ですよね。他人に対しては召し上がるにしなきゃいけない。だからどういうふうにこの問題を答えればいいかっていうと、いただくがおかしいよ、正しく書くなら召し上がるにしないといけないよねっていう問題なんです。 OK、 ルール理解できた。2番、先生が、主語はやっぱり先生、目上の人、他人ですね。じゃあその人が申されましたっていう言い方はありなんでしょうか。なしですよ。はい、だって申されるおかしいじゃないですか。申すっていうのは謙譲語ですから、だから尊敬語おっしゃるに直しましょうという問題なんですね。これが答えになるわけです。おっしゃいました。大丈夫かな。では最後の問題はこんな問題。
私はこれから家に帰りますが、あなた、ここで言うあなたも相手、他人ですよね。だから、参りませんかはちょっとまずいわけなんですよ。参りませんかはまずいわけです。そう、参るっていうのも謙譲語ですもんね。ということで、正しい答えにするとどうなるかっていうと、はい、参るっていうのは、行くの謙譲語です。相手の動作ですから、いらっしゃるにしてあげましょう。ですから、いらっしゃいませんかが正しい答えとなるわけです。よろしいでしょうか。塾生の皆さんは練習問題をね、つけておきましたので、ぜひその練習問題でしっかりと敬語をマスターしてください。終わります。ありがとうございました。